南米マメリスは、哺乳孔ネズミモクリスか南米マメリス属に分類されるリス。南米に分布する小型の樹状性リスで、本種のみで南米マメリス属を構成する。フランス領ギアナ、スリガム共和国、ブラジル中央部、ペルー北部、コロンビア南部。生息地は、南アメリカ北部の少なくとも4つの地域に分断化されている。東道長10センチメートル。 お長十11センチメートル、体重30から48グラム。アメリカ大陸原産の授業性リスの中では最小の種である。体毛は背部が白色の混じった灰色、腹部はより淡い灰色。頭部はやや赤みがかっており、耳の後部に白い模様がある。耳は短く、丸いー。足は細く、前足を伸ばして体を支えながら木に登る。 低地の熱帯雨林に生息する。中高生で地上9メートル以上の樹幹で一日を過ごす。下がり話な,なの木から集めた繊維で覆われている樹状性の白アリの放棄した巣に巣を作っていることが観察されている。樹皮をかじって食す。傷ついた木から作られる樹脂や樹皮の下の形成層も食べる。個体密度は低く、通常1平方キロメートルあたり3頭以下だが、 食物が集中する地域では、一頭以上の大人と子供を含む集団が観察されている。この間を素早く移動し、コオロギの鳴き声のような警戒性を発する。6月に繁殖し、一度の出産で1から2種を産む。3種が確認されている。しかし、それぞれの地理的分布は、はっきりしておらず、これらが2種以上の異なった種に相当するかもしれないと考えられている。 和名はマクドナルドによる。A.B. アモリ、G. カプロウフスキー、J. アンドロス、L. サイラスプセラス。IUCN レッドリストオブセレクトンドスピーシーズ、バージョン2008、インターナショナルユニオンフォー・コンサーベーション・オブ・ネーチャー。2009年1月6日、閲覧。A.B.C.D.E.F.G.H.I. ジェソン、R.R. エトル、サイラスプセラス。マメイリアンスピーシーズ45。 7579ドイ10.1644 903.1 http コロンスラッシュスラッシュエジ .arizona.edu スラッシュリサーチスラッシュ redsqu irel r スラッシュレ s pdf ジェソンイートル2013マムズプサイリラスプセラス pdf A.B. ヘマン ew アンドナガ c フィールドオブザベーションズオンニオトラピコル ピグミースクイレルサイリラスプセラスインパービアンアマゾンエッケトラーピカさん676ありがとうございます